間に合ってよかったわ。私たちは決明騎士団、私は副団長のアスナ、そしてこちらがヒースクリフ、団長を務めている。団員のノーチラス。決明騎士団、あの有名な、深次郎君は我々が決明騎士団と名乗ったことについて疑問に思わないようだね。だってあんたらすごい知名度じゃん。ネットとか SAO 事件の本で読んだことあるよ。 SAO 内で結成された有力ギルド、アインクラッド攻略の最前線で重要な一角を担う。しかしそれを率いていた団長は実は あれ団長のヒースクリフは確か、私がどうかしたのかな。確か衝撃の事実があったような。何を言いかけたんだろう私。なるほど、この少女にも記憶認識の混乱が、いやむしろ置き換えと表現すべきか。団長、何かおっしゃいました？いや、何でもない。それより深次郎君はなぜこんなところに。この辺りは未探索エリアだと記憶しているが。ソロでリベリングでもしてたの？いや、それがよくわかんないんだよな。ついさっきまでそれと一緒だったんだよ。町の近くで狩りしてたはずなんだけど、それがいつの間にか一人で森の中にいてさ、しかもいきなりモンスターに囲まれてて。飛ばされてきたということ？テレポート系のトラップかしら。穏やかではないね。場合によっては致命的な事態を引き起こしかねない。もう少し詳しく話を聞かせてもらいたいところだが。モンスター発見、接近してきます。このままだと囲まれますよ。安全を確保するのは先決か。二組に分かれてあしらいつつ離脱しよう。深次郎君も手を貸してもらえるかな。おう、合点よ、任せとき。右だ、左か、戦果を期待しているよ。見つけたぞ。敵の包囲を突破し安全な場所を確保し、後方支援は任せてくれよな。協力して切り抜けましょう。
遅い。これならば。かかってきた私が相手に。一斉攻撃。大丈夫だったかね。装備アイテム。本気で行かせてもらおう。様にかかればこんなもんよ。背後にモンスターの姿ありません。どうやら振り切れたようですね。ここまで来れば大丈夫だろう。ご苦労だった。深次郎君も協力感謝する。いやいや、あの決命騎士団と共闘したなんていい土産話ができたよ。それにしてもあなた珍しい武器を使うのね。二刀流じゃなくて二丁拳銃。ああ、右田と左子は拳銃じゃなくてグレネードランチャーだね。榴弾で広範囲を吹っ飛ばせる可愛いやつらだぜ。そんな武器があったかしら。深次郎さん、それどこで手に入れたのか思い出せる？お店で買ったかな。うん、そうだよな。レンと一緒に装備見に行って店のお兄さんに説明してもらって。どこのお店？どこってどこだっけ。あのアスナさん、初対面の人にそう根掘り葉掘り聞くのってあんまり良くないんじゃないかな。そもそもアスナさんの主武器って再建でしょ。まさか乗り換えようとか。いえ、そういうわけじゃ。そうね、ごめんなさい深次郎さん。いいや、気にしてないよ。でもなんか引っかかるんだよな。そう、何かが引っかかる。何かがおかしい。正しくない。でもそれが何なのかどうしてもわからない。すごくもどかしい。さて、モンスターがリポップしないとも限らない。この辺りで一度森から出るとしようか。了解です。これで最後か。まだいます。あの、危なかったですね。ふん。待ってください。私はその、もう少し
声をかけ合って進んだ方が安全かなって。安全？さっきも敵が出てきたのをあなただけ気づいていましたよね。貴様が気づかなかっただけだ。でも最後の一匹は私が。なんだと？すみません。貴様に言われずとも気づいていた。そうなんですね。でもまだ何かあるのか。それでもやっぱり協力した方がいいんじゃないですか。私こう見えても役に立つと思いますよ。一応 SAO サバイバーですので。なんだ。いえSAO サバイバーか。なるほど。お前はラフィン・コフィンのことも、俺がその一員であることも知っているわけだ。はい。ならばこの俺に恐れを抱いているだろう。確かに少し怖いです、あなたのこと。でもこんなわけのわからない世界に迷い込んじゃって、あなたも困っているんじゃないですか。困りなどしない。だって実際にこうやって私と協力して探索しているじゃないですか。最初に私から離れることもできたのに。戦力としては期待などしていない。いざとなればモンスターの前に放り出しておとりにする。その程度の利用価値ならあると思ったまでだ。ならそれでもいいです。でもコミュニケーションはちゃんと。うるさい小娘だ。俺の機嫌を損ねない方がいい。お前など一瞬で殺せるのだからな。殺されません。何？私は殺されません。もちろんあなたはとても強いんでしょうけど、そんな簡単に殺されません。なんだと？貴様、俺の力を甘く見るなよ。私とピナはアインクラッドで命を救ってもらいました。ピナは文字通り一度命を失ったところを思い出の丘で、私自身もタイタンズハンドの人に襲われたところを助けてもらったんです。だからなんだ。俺がお前を殺せるということに何の関係もない。あります。大切な人に助けてもらった命をそんな簡単にあなたなんかに奪われたりしません。貴様、これまで誰もがラフィン・コフィンの名を聞けば恐れおののき命乞いをした、あるいは逆上しこちらに襲いかかってきた。無論そんな奴らは返り討ちだが、だがあの娘は、止まれ娘。止まれと言った。何するんですか。離してください。離して。トラップがある、よく見ろ。トラップ。本当にトラップが。このまま進むとダメージが。勘違いするな。あれはおそらく警報装置だ。向こうの壁を見ろ。あれはエネミーですか。警報装置を踏めばあいつらが襲ってくる。そう
だったんですね。ありがとうございます。だから勘違いをするな。俺は俺の身の安全を確保したまで。わかりました。わかりましたから。そのなんだって話してください。うん。それでどうしましょうか。トラップ、ここから引き返しますか。それともこの警報装置を解除して。いや、そのどちらも必要ない。必要ないって。ここで引き返せばこの先を確認できない。引き返す選択肢はありえない。エネミーの姿は見えているならば、こちらから攻撃すれば問題ない。こっちから攻撃。確かにそうすればダメージを先に与えられるけど。隊を分けてまで探索しているのは脱出ルートを探すためだ。引き返す選択肢はありえない。お前がトラップを解除できるなら話は別だが。すみません、トラップ解除は。その分かっている。今のは仮定の話だ。トラップが解除できない以上、先制攻撃からの撃破しかあるまい。わかりました。ピナ、よろしくね。お前が合図をしろ。後ろから撃ったりはしない。本当ですか。いいから早くしろ。はい、すみません。それじゃあ行きます。3、2、1、0。みんな出番だよ。俺の邪魔をするなよ。You
どだ。ここは OK です。次へ行きましょう。つまらんな。警戒しておけ。リロードする。ウォームアップは完了だ。殺し弾はあったな。価値があればいいが。そうだな。ここにいるのは全て倒した。だが油断はするな。はい。あのデスガンさん。デスガンさん。デスガンさん、やっぱりとても強いんですね。さっきのエネミーもあっという間に倒してしまって。それに銃だけじゃなくて剣の扱いもすごいし。デスガンさんってそんなマスクかぶってて見えるんですか？さっきの戦闘かなり派手に動いてましたが。あとおい小娘。はい。なんだそのデスガンさんとかいう呼び方は。あ、ダメでしたか。でもじゃあお名前は。小娘。この程度で俺が気を許したなどと思わないことだ。すいません。どうしたのピナ。もしかして新手か。前後から
来るぞ。はい。俺のことは気にするな。目の前の敵を倒せ。わかりました、デスガンさん。その呼び方はやめろ。すみません。飛びます。平気だぞ。こっちはもうとっくに終わっているぞ。あ、すみません。被害はないようだな。はい、大丈夫です。なんだ、言いたいことがあるならはっきり言え。いえ。安心しろ。ここでお前を殺しはしない。ここではな。この世界の状況がわかるまでは利用価値がありそうだ。わかりました。それならみんなに協力してくれるんですね。ああ。よかったです。でもさっきの言い方はちょっと怖いです。それと。なんだ。協力していただけるのでしたらお願いがあります。だからなんだ。私のことはお前とか貴様じゃなくてシリカって呼んでいただけますか。なぜだ。私にはシリカって名前があるんです。だからお前じゃなくて。どうしてもか。どうしてもです。考えておく。ありがとうございます、デスガンさん。さん。それじゃあ進みましょう。これからは私もトラップに気をつけますね。ああ、そうしろ。ですよね、AR アイドルの。うん、そうだよ。
しよう、ユナ、本物のユナだ。シリカは私のこと知ってるんだね。オーディナルスケールのプレイヤーさんかな。もしかして歌も聴いてくれてたりする？はい、もちろんです。私イビキタスデシベルとか特に大好きで、もうヘビロテして何百回も聴いてて、シングルもアルバムも全部買ってます。カラオケ行ってもユナの曲ばっかり歌ってるんですよ。ありがとう、すごく嬉しいよ。まさかこんなところでユナに会えるなんて。あの握手してもらってもいいですか？もちろん。はい。すごい、ちゃんと手の感覚がある。感激です。おい。はい。いつまでめちゃくちゃ喋ってる。さっさと歩け。俺の足を引っ張るようなら殺す。あ、デスガン君も握手する？しない。できればデスガン君にも私と私の歌を好きになってほしいんだけどな。そうだ、ここで一曲歌おうか。歌うな。ダメ？ダメだ、黙れ。そんなもったいない。こんな機会もうないかもしれないのに。だって生歌なんですよ。あのユナがすぐ目の前で。知るか、ユナなんて聞いたこともない。信じられない。どこでどうやって暮らしてきたんですか？知るか。二人とも少し声を落とした方がいいと思うぞ。モンスターが近くにいたら注意を引いちまう。ユナの生歌は俺としても大いに興味を覚えるところだが、またの機会にな。残念。調子が狂う。緊張感のない奴らだ。いいじゃねえか、わけわからん状況でも平常心でいられてるってことだ。そもそもだ、当面は協力し合う。お互いの詮索もなし。そういう話でお前さんも納得しただろうが、あんまり波風立てんな。今しい。お、右手前方からモンスターが接近中だよ。ほら敵が出たぞ。文句の前にちゃんと働いてみせろよ。お前らこそ足手まといになるなよ。歌っちゃうよ。よろしく頼む。俺の邪魔をするなよ。ユナさんと一緒なんて。頑張らなくちゃ。見つけたやつは殺せばいい。実にシンプルな話だ。間違っちゃいないが、もっと言えないもんかね。次の目標、敵さん発見。みんな
この辺りにはまだまだたくさんモンスターがいるみたいだね。群れの中にでも突っ込んじまったかな。一度戻って別のルートを探すか。ふん、弱気なことだな。奴らは殺せる。殺せば死ぬ。ならばひたすらに殺し続ければいい。殺して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 、そうすれば道が開ける。素晴らしいじゃないか。でもそれ意味あるのかな。何？経験値やお金やドロップアイテムなんかの目的がないのに、モンスターの全滅を狙うのは推奨されないよ。非効率的だから。ですよね。ただ手間と時間がかかるだけなのに、普通に避けていけばいいじゃないですか。それでもデスガン君はモンスターを倒したいの？それはデスガン君にとって何かいいことがあるから。ねえねえ、どうして？ああ、どうやらウカイアンが優勢になりそうだな。じゃあ木を見て移動するか。賛成です。あ、ちょっと待って。どうした？モンスターが動いた。見つかっちゃいました。そういう感じではないかな。私たちじゃない獲物を発見して追いかけ回しているみたいだよ。追われてるのはプレイヤーか？どんなやつだ？ここからでは判別不能。岩陰を移動してる。どうしましょう。モンスターに襲われてる人がいるなら早く助けないと。ふん、モンスターに襲われているプレイヤーか。おあつらえ向きじゃないか。俺たちはこの間に立ち去ってしまえばいい。見捨てるんですか？違うな。無駄死にしそうな間抜けを活用してやるんだ。おとりとしてなあ。
ったり逃げるって言ったり意見が定まらない人なんだね、デスガン君って。あ、もしかして優柔不断なのかな。ダメだよ、そういう人の言葉は軽く受け取られて説得力もなくなっちゃうからもったいないよ。肩なしだな。ま、プレイヤーが襲われてんならほっとくわけにもいかんだろう。助けに行くか。はい、そうだね、仲間は多い方が楽しいよ。多分この辺り。誰かいるの？あんたか、モンスターに追われてたのは。どこだ？助けが必要ですか？お願い、手を貸して。私は今あなたたちの後ろの大岩の裂け目に隠れてる。でもモンスターに囲まれたままだと脱出できない。周辺のモンスターを追い散らせばいいわけか。よし、行くぞ。ちょっと待っててくださいね。どこの誰だか知らない奴のために戦うとは。敵だ。はいはい、ぶつくさ言わないで倒して倒して。みんなで力を合わせましょう。そうなんだよ。かかってこい。降ります。まず触れてやるか。敵発見。ミッション開始だな。次の目標。ミッションクリアだな。降ります。
ミッションクリアだ。喉の調子はバッチリだよ。やった、アイテムいっぱいだね。一通り倒す羽目になってしまった。もう大丈夫だよ。ありがとう。今からそちらに出ていくわ。その前にお願い、私は決して敵じゃないから攻撃しないでね。ええ、当たり前じゃないですか。落ち着いて。私はあなたたちと敵対するモンスターではないわ。ってことは NPC？ 何かのイベントフラグが立ったってことなのか。ある意味それに近い存在ではあるけど、あらかじめ仕組まれたイベントでないのは確かね。私の名はシャーロット。とりあえず私の背にあるこれを。何ですか？通信機だ。ガンゲールオンラインで使われている。これで私の主と話してほしいの。主？私がやるよ。もしもし、聞こえる？そう大声を出さずとも聞こえておるよ。まずは礼を言わせてもらおう。わしの使い魔シャーロットが世話になったな。さて、少し話をしようか。お主らの力を貸してほしい。